本日のゲスト、沢口愛花さん。現在 MX で毎週日曜25時5分から放送中のドラマ、サバエとやったら終わるで、主人公サバエレイカ役を熱演中。これまでにはミスマガジン2018でグランプリを獲得。令和最強のグラビアクイーンの異名も。この先素晴らしいキャリアが待っていることは間違いなしですが、芸能界は魑魅魍魎が跋扈する魔界。今抱える小さなストレスや悩みが後に大問題となることも。ということで、今回は沢口さんが悶々としたお悩みを出演者に相談。芸能界&人生の大先輩であるバラ団チームが沢口さんに生きるヒントを与えます。題して沢口愛花のバラ色モンモンモンド。芸能界って生きづらい？さあ、ということで始まりました特別企画ですよ。沢口愛花さんのバラ色モンモンモンド。沢口さん、そして回答者となる先輩さんたち、よろしくお願いいたします。どう考えても露天風呂は愛花さんが入るべきでしたよね。どう考えても、もう腹立ってきましたよ。最高だ、何やってんだと。どう考えてもね、徳井さん今気づきましたね。今うっかりしてたね。どういう会議してたの。はい、ということで最初のモンモン問答こちらです。ロケバスの座り位置がわからない。あー、ちょっといいですね、線がいい。いや、これ私今までやっぱグラビアしかやってこなかったので、出演者って私一人だけで、私だと図を表すと、私絶対ここだったんですよ。一番後ろの撮影の時は一人席だったんですけど、バラエティとかこうドラマとか出させていただいて、出演者が私より皆さん年上で先輩ってことがもうほとんどなんですよ今。で、その時に私ここに座っちゃいけないよなっていうのは分かるんですよ。でもここ以外にどこに座ったらいいんだろうっていうので、なるほど、結構悩んじゃってます。あ、でも後ろは良くないなみたいな。そう、後ろは良くないなと思って、うん、でも二人席に座ると、うん、こうやって下っ端なのにちょっとグラビアで売れてるからっていい気になってんなって思われるかな。考えちゃうんだ。考えちゃう。考えちゃう。いいね、いいね、いいね。そうなんですよ。で、結果一番で、うん、ここに座る、こう一人席のどっちか、うん、でここに座るとなると、うん、ここ一番大御所の出演者座るじゃないですか。うんうん、ちょっと目合った時とか、うん、なんかちょっと私寝てたら仕事頑張ってないふうに思われちゃうかなとか、いろいろ考えて。気使うね。そうなんですよ。うん、結局ここに座るんですよ。あ、いいんじゃない？そこはね、そこはあんまり、あんまり。でも確かにこの出演者の2人目の方はここに座りますよね。そうだ。で、ドライバーさん、まあ、でもディレクターさんとか大体ここに座るじゃないですか。で、うん、このメイクさんと AD お二人、うん、このお三方、うん、私がここにいるせいで、どこ座ろうってめっちゃ悩まれてるんですよね。そこよ、そういうことになっちゃうのよ。そうなんですよ。やっぱりパッとついてパッと降りられるところに AD さんじゃないかと。そうなんですよ。あと逆にさ、一番後ろってさ、はい、後ろなんか荷物スペースだから、リクライニングできなかったりするんだよね。一番後ろって逆に。垂直のさ、サイゼリヤみたいになってる時あるから。でもまあ、そうなんですよ。でもこれを考えてる、葛藤してる愛花さんがやっぱ素晴らしい。はい、これは、ね、いやいや、この問答はですね、幾多のロケをこなしてきた特にさ、B。はい。はい、回答あれば、あるの、あるのね。でも合ってんじゃないかなと思います。はい、まあ、まずここに AD さん、多分ここですよね。まあね、一人 AD 結構で、まあ、寝ちゃってる時あるよね。まあ確かに大御所ここに座りますよね。で、まあこれ、まあドラマの今場合のお話されてましたよね。あ、そうですね。ドラマもバラエティー。これバラエティーの場合、あ、でもどっちも違うんですか。違いますよね。微妙にちょっとね、多分違うメンバーがね。で、もしドラマは僕わからないですけど、はい、バラエティの場合だったら、はい、もう僕はここでいいと思います。おー、うん、そこ。これなぜなら、出演者が多分ここにもう一人いれば、多分、まあこれが出演者としたら、出演者こうなるじゃないですか。はいはい、で、ここで、ここに座っちゃうと、はい、まあ会話ができない。できない。あ、結局、芸人さんって、はいはい、プライベートな話とかトークとかを拾って本番振ってくるんで、そう、ここで喋っとかないと誰も振り方も分かんないし振れない。そう。で、ここに座ると、はい、この人が後ろ向きになる
ことになるで、それよりも多分まあまあその女性ということで、こう、こうやって見る可愛さ、あー、なるほど、この席から、あざとい、あざといね、あざといけどね、この芸人たち、まあタレントさんとかも、あ、この子 わざわざ喋ってくれてるんだって思えば好感度も高いから、もうここで演者をこっち側に寄せて、まあまあ、D が多分ここに座るんだろうな、でメイクさんは本当はここが良かったけど、まあ、まあこうなるよね、でこうさせるのも大事、そうね、なるほど、まあ、メイクさんはね、メイク直しはそこにって言ってエイジさん降りるからその横でできるもんね、バラエティだと本当その位置だし、移動中寝ちゃう人はやっぱりあんま伸びない人多いですよね、そうだね、移動中にトークしてでこうほらコンビニの袋に入っていっぱいペットボトルをさ、あ、これ飲みますかみたいなさ、必ずある CC レモン入ってるもん、CC レモンってみんな好きですからね、ビタミンね、いやでもいい、この葛藤がいいですよ、どうですか、モンモンは溶けましたか、溶けました、はい、いい感じ、会話のことまで考えて素晴らしいですね、言わないでくださいねって言いながら本番振ってくださいねっていうのをみんな喋ってるんですよね、そう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 、バラエティーで残ってる人たちって、そう、結局、はい、続いていきますよ、ね、バラエティー番組で、あ、こちらこちらです、バラエティー番組で3人以上いる空間で喋れない、はい、これはどういうことですか、なんか2人こう喋ってらっしゃると自分が会話に入るこの隙間を探してるうちにどんどん会話が進んでっちゃって、あ、私今これでここを言おうと思ってたけども終わっちゃったみたいなので、あれ使うんだね、なんかそうで、なんかで流れがいい時に私が今挟んで流れ悪くしちゃわないかなとかちょっと考えちゃうようになって、こういうのってやっぱ皆さん言いたいことは言っちゃいます、3人以上いる空間で簡単に喋る方法、この問答は日本一口達者な画家中島さんにお願いいたします、いやいや今日の俺って思いましたよ、今日の俺じゃんと、どういう意味、いやもう3人いるから今日はもう深川さんの振り待ちだなと思ってずっと深川さんの方をじーっと見てるんですけど、こういう時はどうするんですか、ケンタ B さん、だからそれっていわゆる、まあ、深川さんとか邦子さんも多分若手の時あったと思いますけど、嫌われるかもしれないから入っていかないわけですよね、極論、だから嫌われてもいいやと思ったら入ってきますよ勝手に、だってもうどうでもいいんだもん、だから滑ってもいい、もう極論滑ってもいいし、この番組に呼ばれなくてもいいし、嫌われてもいいと思ったら自分が言いたいこと喋ります、極論だよでもね、躊躇せず行ったらね、 MC がなんとかね、なんとかしてくれる、信用した方がいい、確かに皆さんもうねめちゃくちゃベテランですもん、愛香さんね大丈夫ですよ、でも気遣いですね、今日の人はね、この葛藤が非常にいいですね、昨日なんて全部かぶってましたもんね全部って言ったそうなんですか、さあモンモン取り届けましたでしょうか、いや、自信がついてきました、はい、やった、それではこちらです、ラストでしょうかね、トイレ流れた、他人の幸せな姿にムカついてしまう、何ですかこれ、いや、もう本当に上京してもう4年くらい経つんですけど、いまだに友達ができたことなくて、東京でみんな言うよ、いやもうなんかグラビアってやっぱり一人での撮影が多いので、こう横のつながり縦のつながり全然ないんですよ、なのでもう全然なくて、でもこう地元の友達とかはスタバの新作のフラペチーノ持ってイエーイとか、なんか花火見たイエーイとか、なんかちょっと遠出したイエーイとか全部見てるんで、ムカつくのそれ、羨ましいですよ、さすがにムカつきますね、こちらのあのムカついた最近の一覧がここにあるわけでございます、ハマってんね、いいね、はい、こんな感じ、やっぱり人のこういう生活が気になっちゃうんだね、そうですね、最近引っ越したんですけど、うん、あのなんか割と一人用 の物件だと思ってたら、うん、ある日傘が玄関のドアに2つかかってて、うん、これ同棲してるじゃんと思った時はひどくムカつきましたいいじゃない、あら幸せそうでよかったわねそれぴったりな方いますよ、この問答にはですね、一人で生きると決めている深川さんにムカつく自分を直す方法お願いいたします、はい、基本的にはね、そのもんもんと共存してください、はい、でね、やっぱりあなた先ほどのロケバスの位置とか の葛藤とか非常に素晴らしいと思う、ぜひね、徳井君と同じようにこの文章にして、そうですね、で私も新潮社にね、してる人2人だけいますので、はい、はい、このでも文言はね、あなたの財産ですよ、仕事ですが、芝居とかいろんなところに節々に出てきますから、ね、あ、じゃあちょっと原稿を送らせてもらいます、もう沢口アイモンにしましょう、アイモンアイモンにしましょう、はい、ということで取り戻せてましたでしょうか、はい、ま
これから頑張ります。はい、ということで、はい、流れました。そんな沢口さんのドラマです。宣伝です。はい、私沢口と濱田龍臣さんがダブル主演を務めるドラマ「さばいてやったら終わる」は毎週日曜深夜25時5分から放送しています。男友達を惑わせる大学生役を演じてます。サバエです。友情と性欲の狭間で揺れ動く大学生たちを描いた青春ラブエロコメディになっております。で、皆さんぜひ、次は3話目です。ぜひご覧ください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもぜひご覧ください。以上、沢口彩香のバラ色モンモンモンドでした。